ホドル城のウニっていうのはね、特にその海岸線には歴史的にもすごく魅力的な、そういうものがいっぱい溢れておる海岸線でもありますし、あるいは海であろうと思っております。例えばのこの成石の浜であったり、最近有名になったということかもしれませんね。殻から鳴る音であったり丸石であったり、誰もこれは当たり前だと思っとったんだけど、それを着目をして今のようなホドル町の重要な観光資源の一つになったというのはありますし、その他この海岸線にはいろんなその魅力的なものがあると思いますね。経済のことがありますね。その水産業ということで、これはまあ町の大きな柱の一つであります。この沖はですね、非常に広々としたですね、景色が良くて豊富な漁場であるということは一般に言われております。ずっと以前に比べて海がやはり貧しくなっておるというか、荒廃しておるということが一つ問題としてあると思います。この海を守っていくということは重要でありますし、海岸清掃を地域の皆さんと一緒に展開しているというのが状況でありますし、とても重要なことだと思っております。ここで生まれ育った人にとってみると、この素晴らしい海はやはり心のふるさとというか原点というのはやっぱりあると思いますね。すべてのことを包んでくれたり、あるいは何かの発想を与えてくれたり、あるいは勇気づけてくれたり、そういうものですね。